はい、こんにちは、パソケンです。今回この動画では Windows 11で CPU の温度をリアルタイムで確認することができるアプリケーションについてご紹介していきます。 CPU の温度をリアルタイムで確認することができるアプリケーションいくつかあるんですが、今回はその中で2つ、 CoreTemp というアプリケーションとハードウェアモニターの2つをご紹介していきます。まずはじめに CoreTemp のインストール方法と画面の見方について説明していきます。ブラウザを立ち上げていただいて、そして検索ボックスで CoreTemp と検索します。 CoreTemp と検索した後に、検索結果一覧の中に CoreTemp とだけ表示してある項目がありまして、これが CoreTemp の公式ページとなります。なのでこちらをクリックして公式ページを開きます。画面中央にダウンロードの文字がありますので、こちらをクリックします。ダウンロードボタンを押すと CoreTemp のアプリケーションが自動的にダウンロードされまして、ダウンロード完了したいこちらのアプリケーションをクリックして実行していきます。この時ユーザーアカウント制御が出てきた場合は、はいの方をクリックします。最初にセレクトセットアップランゲージ出てきまして、このままイングリッシュで OK を押していきます。最初のページ表示されたら、右下の NEXT のボタンをクリックします。続いてライセンスに関する内容になっています。画面左下に同意するかのボタンがありますので、上のこの Accept the Agreement の方をクリックしていただいて、右下の Next を押します。続いてはインストール先の指定ですが、基本的にこの初期設定で問題ありませんので、このまま右下の Next を押します。続いてセレクトアディショナルタスクですが、ここでは必要に応じてチェックを入れていきます。初期設定でいくつかチェック入っているんですが、この中で必要な項目としては、クリエイターデスクトップショートカット、デスクトップにショートカットを作成するかどうか、よく使う場合はこのデスクトップにショートカットがあってもいいかと思いますので、こちらチェック入れたままにしておきます。続いて2つ目の項目のチェックに関しては特に必要ありませんので、こちらのチェックは外しておきます。そしてその下にあるインストールアディショナルランゲージパックス、こちらですが日本語表記に切り替える際に必要な項目となりますので、こちらはチェック入れたままにしておきます。この2つのチェックを入れた状態で右下の NEXT を押します。次の画面ではこれまで設定してきた内容の確認となります。このまま右下のインストールを押します。続いての画面は CoreTemp の修正内容などの情報が記載されています。このまま右下の NEXT のボタンを押します。これで全てのセットアップ完了となりまして、この完了画面ですね、また2つチェックボックスがあるんですけれども、下のランチコアテンプの方だけチェック入れた状態で右下のフィニッシュを押します。これでコアテンプが起動します。コアテンプを起動した時に表示言語が英語の場合はまずは日本語に切り替えていきます。なので上段のメニュー一覧からオプションズをクリックします。そしてさらに表示されたメニュー一覧からセッティングスをクリックします。これで設定画面が出てきまして、タブがいくつかあるんですが、この中のジェネラル全般をクリックして切り替えます。そしてこの全般の設定画面の画面中央部分にランゲージ言語の設定がありまして、ここがイングリッシュになってますのでクリックしていただいて、一覧のメニューから日本語を選択します。そして日本語を選択した後、このままではすぐに反映されませんので、必ず右下のアプライをクリックします。そして最後に OK ボタンを押します。これで日本語表記に切り替えることができます。簡単に見方を説明していきます。まず一番上ですね、 CPU の選択というところにはいくつのコアが搭載されているかを確認することができます。そしてその下のモデル、これはですねパソコンに搭載されている CPU のモデルが表示されます。さらにその下には各コアごとの周波数、これはですねリアルタイムの周波数を確認することができます。そして各コアごとの周波数の右側にはですね負荷という項目がありまして、今そのコアに対してどれぐらいの負荷がかかっているかをリアルタイムで表記してくれます。そしてそれ以外に見るべき項目としては、この CPU の温度となるんですが、それは画面下の温度の読み取りという項目を見ていきます。ここで温度の読み取りの下にですね CPU シャープ1という項目がありまして、その隣に今現在のリアルタイムの温度が表示されています。なので今現在ですねこの CPU の温度は30度ということがわかります。そしてその隣には最小の温度、最大の温度が表示されます。
コアテンプを起動して一番低い温度の表示、そしてその隣の最大に関してはコアテンプを起動してから一番高くなった温度の表示がどんどんですね更新されていきます。現在40度が最大となっているんですが、 CPU に負荷をかけたりしてもっと温度が上がったら、もちろんこの最大の温度はどんどん更新されていきます。以上が簡単なこのコアテンプの見方となります。続いては CPU の温度だけではなくてグラフィックボードなどの温度も確認することができるハードウェアモニターのダウンロードと使い方について説明していきます。はじめにブラウザを立ち上げていただいて、そして検索ボックスで HW モニターと検索します。検索結果一覧にこのハードウェアモニターの公式ページ出てきますので、こちらをクリックして開きます。この公式ページ開いたら画面下の方にスクロールしていくと、左側にですねセットアップイングリッシュとジップイングリッシュの2つがあります。今回はインストール形式のこのセットアップの方をダウンロードしていきます。なのでこのセットアップイングリッシュのボタンをクリックします。そして次の画面が表示されたら画面左側のダウンロードナウのボタンをクリックします。これでハードウェアモニターのアプリケーションがダウンロードされますので、こちらをクリックして実行していきます。この時ユーザーアカウント制御が表示された場合はHiの方をクリックします。そしてセットアップ画面が出てきまして、最初にどこにインストールするかの設定となります。基本的にこれは初期設定で問題ありませんので、このまま右下の NEXT を押します。続いてはメニューフォルダーの名前の指定となるんですが、特にこちらに関しても初期設定で問題ありませんので、このまま右下の NEXT を押します。続いてセレクトアディショナルタスクスですが、これはデスクトップ画面にこのアプリケーションのアイコンを作成するかどうかになります。デスクトップにショートカットアイコンを作成したい場合は、こちらチェック入れた状態でこのまま右下の NEXT のボタンを押します。必要ない場合に関してはチェック外していただいて NEXT を押していきます。次の画面ではこれまで設定してきたインストール先やこのスタートメニューフォルダの指定、そしてデスクトップにアイコンを作成するかの3つの確認となります。このままで良ければ右下のインストールボタンを押します。セットアップ完了後、最後に右下のフィニッシュのボタンを押すんですが、この時画面中央に出ているこのリードミーテキストを表示するかどうか、こちらはですねチェック外した状態でフィニッシュのボタンを押します。これでハードウェアモニターのインストール完了となります。インストールする際にデスクトップにショートカットを作成するにチェックを入れましたので、このようにデスクトップ上にこのハードウェアモニターのショートカットアイコンが作成されています。なので起動する場合はこちらをダブルクリックします。この時ユーザーアカウント制御が表示された場合はHiの方をクリックします。そしてこれがハードウェアモニターを起動した画面となります。このアプリケーションは先ほど説明したコアテンプと違い、 CPU の温度以外にも例えばストレージやグラフィックボードなどの温度も確認することができます。その他も確認する項目あるんですが、かなりたくさんあるので、そういった項目に関して今回は省いて温度だけを見ていきます。で、必要に応じてこの項目をですね最小化しておくことで見やすくすることができます。見る項目以外最小化表示しておきたい場合は、画面左側にですねこのプラスとマイナスのボタンがありまして、こちらをクリックすることでこのように格納することができます。なので必要ない項目に関してはこのように最小化表示しておきましょう。まずこの中で見る項目としては CPU となるんですが、 CPU は左側のアイコンでいうとこのチップのアイコンが CPU になります。このパソコンは AMD の CPU が搭載されていまして、その型番なども表示されています。そしてその下の項目にはですね電圧であったり温度であったり、あとはどれぐらいの消費電力かを確認することができます。でここで温度に関して英語で表示されていまして、テンパラチャーと表示があるんですが、これが温度となります。でその下にパッケージとあるんですが、ここでまず一番左側ですねバリューと書いてあるのが、これがリアルタイム今現在の温度、そしてその隣は一番低い温度、さらに隣は一番高い温度の表示となります。そしてこの CPU の項目よりもさらに下にはですねストレージ、ハードディスクや SSD などの温度も確認することができます。このパソコンは3つのストレージが搭載されているんですが、各ストレージごとに温度を確認できまして、例えば1つ目の SSD に関しては温度が今現在31度、2つ目の SSD に関しては温度が38度、3つ目の SSD に関しては
温度が36度ということがわかります。最後にこのハードウェアモニターの一番下の項目にはグラフィックボードの表記がありまして、パソコンに搭載されているグラフィックボードの温度などを確認できます。展開するとこの中にグラフィックボードの温度の項目がありまして、さらにその中にですね GPU メモリホットスポットと3つ温度を確認することができます。特にどの項目を見ないといけないということはないんですが、目安としてグラフィックボードの温度がこれぐらいだよということが分かればいいかと思います。見方に関しては先ほどと同じようにバリューでは今現在のリアルタイムの温度、そしてその隣は一番低い温度、一番右側は最大の温度となります。以上がハードウェアモニターを使った温度の確認方法となります。